ゲームスパークのラジオ戦員、全世界のハードコアゲーマーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ラジオ戦員は早耳なゲーマーの皆さんのために、ゲームニュースやその他のためにならないことを善意に基づいて、だいたい月2回お届けするラジオです。お相手は文章書く彦と、キーボードうつみと、タンクトップです。はい、お願いします。お願いします。3回目3回目、いや続いてますね、3回まで首の皮1枚首の皮1枚つながってる全然なんか聞かれてる感がないっていうコメ欄とかちょっと見てるんですけど、ラジオの聞いて喋ってないみんなでもお便りが届き始めてますからね。ああ、そうなんですね、うん、お便りが届いてるんですね、徐々に、うん本当にそのふつおた的なものもね、一応募集してるんで、このラジオ全員ではね、皆さん送っていただけると嬉しいと思います。ということで、どうですか最近この1週間で何か変化ありました？前回はだから完全に4月末に撮ったの、だから前回から収録だけで考えると1ヶ月ぶりぐらいだ。そっか、ああそうかも。なんか前回撮ってから出すのにちょっと時間かかっちゃったんで。そうなんですよね、うん、なんか緊急事態宣言もね、東京とか神奈川とか埼玉とか、そういう人がたくさんうじゃうじゃいるようなとこ以外は解除されたのか、解除されそうなのか、なんかそんな感じですよね、うん、どうなったんでしょう結局。ようわからんのですよ。ただなんか顕著にこっち茨城ですけど、僕はあのマスクしてる人が減りましたね、顕著に。いやそう、いやいないですよ、渋谷も東京もね、うん、減ってるから、絶対あいつらコロナかかるだろうなと思って。うん、みんないやね、つけた方がいいと思いますけどね、まだね。だコロナになった人の話聞いたんですよ。はい、いや絶対なりたくないなと思って、なんか常時溺れてる感覚みたいな。うわー、あー呼吸が苦しいっていうか。そうそうそう、だから高熱が出るのは軽症、高熱が39度ぐらい4日続くのはもう軽症、うん、でその中症になると、なんかめちゃくちゃ頭痛くて吐き気がとんでもなくて、うん、咳したら血管みたいなのが切れて出てきて、うん、常時溺れてるぐらい息ができないのが中症。なんか呼吸器系にね、来るわけですもんね、コロナってね。うん、初めて私死ぬと思いました。女性なんですけど。へぇー。っつって。俺も昔、なんか、はしゃいで川に飛び込んだら、すげえ川の流れが速くて、結構な距離流されていって、うん、これやばいと思って、必死で泳いで流れに対抗して、ちょっとずつしか進まないんだけど、それで必死に上がったらもう、全身の力を使いすぎたのか、すべての力がなくなって、ずっと河原に寝てましたね、あと3時間ぐらいね。それがずっと続くっていうことだから。大変ですよね。でもただ溺れてるだけですよね。いやでも、泳げてはいるから。そうそう。マシな可能性がある。うん、そうかそうか。じゃあ皆さんもね、ほんとお気をつけください。うん。なんかちゃんとしていけば、なんとか感染は防げるようなことを人々は言っているのでまあ感染するのが嫌な人はね、あの手洗ったりとかしましょう。で、あの先週最も読まれなかったニュースっていうのをやってるじゃないですか、毎週。はい、毎週じゃない、毎各週各毎週、まあいいや、あのそれがなんか似たような話ばっかなんで、今回も似たような話なんですけど、ちょっと話題の話もしたいなと思って、うん、それで探したんです、ね、探してもらったんですよね。アンリアルエンジン5初公開の話をしようかなと思って、はい、アンリアルエンジン初公開5、アンリアルエンジン5初公開、 PS5 上で動くリアルタイムデモ、皆さんご覧になりました？もちろん見ました、うん、ああどう見ましたか？プレッシャーかかる聞かれ方だったな、ね、皆さんはやっぱゲームメディアの人としてはね、こういうものをよく見られてるわけじゃないですか。でもそうですね、うん、やっぱ今までのものとは違いますか、描画のレベルが。
いや、あれ本当に実機で動いてるとしたら、まあ、うん、結構自分も割とシンプルに次世代機感を感じましたけどね。なるほど。うん、なんか、これ、ちょっと露骨に言うのもあれだけど、あの、Xbox の、うん、こう、なんですかね、プレビューっていうか、シリーズ X の、うん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 、放送があったじゃないですか。はいはいはい、はい。その前に。はいはい。まあまあなんかこう、割と同じ地平というか、うんうんうん、まあそもそもあれ多分縦マルチですよね、大体。そうね、縦マルチものが多く発表された印象がありましたね。なんか、まあ、まあそうだよねっていう感じはしましたけど、あのデモのこう光の感じとか埃の感じは、さすがに、うんうんうん、これ、本当に動かしたら、すごいよな。本当に動くのかなみたいな。UA5 自体は多分 Xbox でも、ね。うん。できるわけですからね、多分ね。スペックはめっちゃ似たり寄ったりですからね。なんか Xbox と PS5。そうですね。あれでも全部動くんですよね。そのまま UE4 がアップデートされて置き換わるから、現行機も。使えて、うんうんうん、スマホもいけて、で、PC、次世代機。うん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 。スイッチもかな？スイッチはなかったかな？スイッチ、まあ、まあでもないってことはないか。UE5、まあ、なんかテクスチャーが重くなければいいわけですもんね、多分ね。ね、うん。そう、でも結構ね、びっくりというか、なんか、結構次世代機感を感じました、僕は。なんか僕なんか最初に見たとき、でもなんかこんぐらい綺麗なゲームって最近あったような気もするなと思ったんですけど、うんうん、なんか PS4 が出た時の UE4 かなんかのデモを貼ってる人がいて、ツイッターに。はいはいはい。それ見たらなんか顕著に汚くて、なんか差が。だから、ああ、やっぱ差があるんだなって思いましたね。へえ。なんか毎回次世代機出るたびに、いや、そんな変わってないんじゃないかって思ってるんですよ、なんか、いつも。うん。なんかその PS4 が出た時も、いや、でもギアーズとかってすごかったしなとか、PS3 世代とか、なんか思ってたんですけど、やっぱなんか、こなれていくとどんどんすごくなっていくし、UE5 もね、多分これが限界じゃないんで、うん。次世代はやっぱね、値段がいくらになるのか分かんないけど、期待ですね。そうですね。俺そう PS4 Xbox One 世代のゲームでグラフィックが良いとされるゲームってあったじゃないですか、いくつか 4K 対応してるとかっていうのを見てて、はい、オープンワールドアクションゲームで雪のマップがあるところをすごい見てたんですよ。うん、RDR2 とかね。そうだし、うん、そうそうそう、レッドデッドリデンプションもオープニングから雪だったし、うんうん、ゴッドオブウォーも雪のところあったと思うし、で雪何がすごいって、キャラクターが歩いたときの足跡、うんうん、どれくらい描画されるのか、表現されてるのかっていうのを見るのにちょうどよくて、うんうんうん、足跡がくっきり残ってるとか、なんとなくシルエットだけ残ってるとか、雪が崩れるのはどう描写されてるのか、うんうん、あるいは省略されてるのかっていうの結構見てたんですよね、うん、なんで UE5 でも雪のやつを見たいなっていう素朴な気持ちと、 あともう一個、なんだろう、インディーデベロッパーだったりもっと開発規模が小さい人たち、レッドデッドリデンプション2とかではないような人たちっていうのが、うんうん、こういう技術をどこまでうまく使えるのか対応できるのかっていうのは気になりましたね、 PS5 世代で。技術格差が出ちゃうんじゃないかなって。まあそれはもう本当ずっと言われてることですもんね、うん、なんか、うん、よりビビッドになっちゃうのではっていう。AAA とかの開発規模ってもう本当運百億円かけて、うん、まあハリウッド映画ですからね、もうやってること、うん、運百億円かけて運百億円回収するっていうビジネスの中に1億円でゲーム作る人たち、1億円も多分インディーゲームからしたらね、すごいですもんね。なんかでもなんかゲームって映画よりは安く作れるって印象ありますけどね。映画だってね、1億円ってすげえ低予算だけど、ゲームはなんかインディーで1億円もあったら結構作れちゃうんじゃないのかとちょっと思いますね、うん、どっからその金集めてくんだみたいな感じ、うんうん、もありますしね。
広告の人たちが頑張るんでしょうね。笑いがないな、この話題。めちゃくちゃ普通に話してた。よくないな、ゲームスパークらしさがないな。よくない業界人ぶってる。よくない。だって、言うとるやろ、他のところもこれぐらいのことは。そうそう。うん。まあ、業界人ぶって。業界人ぶりたくないんだよね。やっぱ業界人ぶって UE5 の話しちゃったわ。ダメだった。すぐ語りたくなっちゃう。うん、UE5 の、なんか言いたくなっちゃう、わけも分かんないのに、ね、やっぱ UE5 とかって。分かんない、その1から4まで何があったのかとかも。うん、アンリアルってどういうことなんだ、全部現実じゃないのか、現実あるものとか。そうだそうだ、よくなかったわ。もう本当に申し訳ない。あとね、インサイドがリニューアルしました。ああ、そうそう、うん、ロゴも変えて、うん、僕たちはね、インサイドはあんまり関係ない、うん、そうそう、あ、まあ一応僕は責任者、うん、ああではありますけどね。編集長ではないけど。インサイドのその変化についてはどうですか、読者の人たちに。ああ、でもなんか結構みんな驚いてましたよ。やっぱこう、うん、編集長にこう劇文をあげろと。変える、うんうん、なんかぬるっと変えるなみたいな話をしたら、なんか思った以上にニュースは全然その日のうちの、なんだっけな、特集を書いてもその日のうちの一本分には満たないぐらいしか読まれませんみたいなの、うんうん、割とバシッと書いてて、そこまで言うかいと思ってあれ結構は、ニュース読まれないっていうことがあるんですかね。まあ考え方としていろいろあると思うんですけどね、こう、うん、メディアやってて思うのはやっぱりこう遅いとか薄いとか、うんうん、これ2個が揃うともうそれ読まれないですからね。まあそうですよね。まああとその単純に多分10年前とか15年ぐらい前だったら、その一時ソースを持ってること自体がめちゃくちゃ価値があったはずなんですよ。みんなツイッターもやってなくて、15年ぐらい前ならツイッターもなくて、要は公式サイトを巡回しなきゃ見れなくて、でネットに素材を出すのも多分嫌がってた時期だと思うんですよね、特に国内のメーカーとかって。それをちゃんとこう交渉して、ただニュースだけでも持ってるだけで一般人より偉かったのが、もう別にみんな見られるじゃないですか、うん、そんな、はい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 、ツイッター一番早いしね、やってるとこは PR タイムズとかでも巻いてるから、なんかすごい熱心な人はそれをねチェックしとけば、もう要はメディアと同じタイミングで情報をゲットできるはずなんですよ。そう、うんうんうん、ってなると、じゃあそこでこう同時に届いたものをぼちぼち記事にしても、そりゃ読まれないですよね。実際個人とかでもツイッターとかですごい速度でやってる人いますからね、そういうのね。そう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 、でそれこそ彼らって別に営利じゃないから、本当に善意で、うん、善意と熱量だけでやってるから、まあ早いし、うん、善意、うん、善意だから、まあそういうの考えると、そのどこの土俵で戦うんだいみたいな話は結構その事前にしてて、なんかダラダラニュースやるならやめちまえみたいなのは、そう、どうせ読まれないらしいっていう。まあでも楽なんですよね、頭使わなくていいから、うんうんうん、編集者としては。なるほど。また真面目な話しちゃった。真面目業界人みたいな、業界人なるほど、なんかゲームメディアの人たちの話っていう感じだったな。IGN のラジオとの差別化ができなくなっちゃう。IGN のラジオとやっぱ差別化していかなきゃいけないっていう意識があるわけですもんね。あ、そうかそうか。じゃあなんか、あ、でもないな。何も用意してないんで、真面目な話以外は。じゃあ、こっからちょっと、変えていきましょう、ラジオ。ちょっと、インサイドがリニューアルしたタイミングで、やっぱ、ラジオゼミもリニューアルして、ゲームメディアっぽいこと言わないとか、なんか聞かれないからゲームメディアっぽいこと。まだ2回とかしかやってないのに、リニューアル。
瞑想してるだけだよただニュースのこと喋らないみたいな不機嫌にならないとかそんな人としてルールをね定めてやっていきたいですね。じゃあいいかな、オープニングはこれぐらいで。はい、あ、じゃあ僕曲流します。なんだっけ、あ、そう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 、これね、あの最近出たばっかハイムの、ハイムっていう女の人たちのバンド、三兄弟だっけな、三姉妹だっけな、うん、のいいですね、新 EP かなの表題曲の I Know Alone です。